90年代から2000年にかけてはブームを巻き起こした作家さんになります。予備知識がなくても楽しめるような裾野が広いアート作品なのかなっていうふうに思ってます。需要がですね、増えなければほとんど値段がつかなくなります。美術品バイヤーの小林です。本日も動画をご覧になっていただきまして誠にありがとうございます。本日のお題は何でしょうか？本日のお題は、小林さんの隣にある、私はこれたくさんこの人の作品を見ました、ラッセンですね。ラッセンですか。ラッセンの解説をついにしていただこうかと。やっぱラッセンはですね、いろんなですね話がこの業界内外で巻き起こってる作家さんなので、あんまり触れたくはなかったんですけど、満を持していっちゃいましょうか。いいんですか？大丈夫ですか？大丈夫です。ではそんなラッセンですけど、ラッセンってどんな人か、ちょっと知らない方にも分かるようにぜひ説明をお願いいたします。わかりました。すごく簡単に言うと、日本を代表するマリンアーティストになりまして、もともとアメリカ出身でハワイを拠点に活動しています。90年代ぐらいからですね、日本に上陸し、本格的に作家活動、販売活動をして、90年代から2000年にかけてはかなりブームを巻き起こした作家さんになります。ご覧の通りですね、イルカとかハワイを連想するようなそういった作品をですね作っておりまして、総称してマリンアーティストみたいな呼ばれ方をしております。実はなんですけど、こういうハワイっぽい方なんですけど、実はハワイ生まれじゃなくて、一応アメリカはアメリカなんですけどカリフォルニア生まれなんですよね。じゃあハワイに思い入れがあるんですかね。それはもうサーファーの宿命じゃないですかね。やっぱりハワイ、サーフィンの聖地っていうふうに言われてますので、その関係で思いがあるんじゃないでしょうかね。ラッセンはプロサーファーですもんね。そうです、プロサーファーです。日本に来てからのですね活動って結構華々しくてですね、94年には全国横断のクリスチャンラッセン展っていうのを開催されたりですね、2005年にはですねラッセンがですねパチンコの題材になったりとか。パチンコにもなってたんですか？それは初耳ですね。ラッセンっていうのはですね、日本にすごい深い作家さんなので、2011年東日本大震災があった時はですね、欧米人として初めて仙台市でチャリティー活動をしてくれたっていうですね、日本人にとってはありがたい活動もしてくれてます。すごい、もうこれだけ聞いても日本とラッセンとのつながりがすごい、絆っていうんですか、すごい深そうに感じますね。そうなんですよ。その深いからこそですね、いい面もあればそうではない面っていうのがですねちょっと出てきたんじゃないかなって思います。でそのあたりのちょっとモヤモヤとかですね、いろいろ解説深掘りしていけたらなと思っております。マリンアートってさっきおっしゃってたんですけど、ラッセンのアートっていうのはどういったものが多いんですかね。特徴ですよね。シンプルに言うと、誰が見ても分かりやすい作品っていうのが大きなポイントかなと思います。いわゆる現代アートって呼ばれてるジャンルですと、見た目でいいか悪いかというよりもですね、その背景にあるコンセプトはですね、どういう背景があるかっていうですねコンセプト、物語が重要になってくる世界です。ただラッセンの場合はですね、ご覧の通りこれを見ればですね、明らかにイルカが描いてあってなべしぶきがあって、すごい綺麗な感じしませんか？そうですね。これをぼーっと見てると、海を黄昏ながら眺めてる気分になる感じありますね。ありますよね。なので良くも悪くも予備知識がなくても楽しめるような裾野が広いアート作品なのかなっていうふうに思ってます。でちょっと話それちゃうんですけども、こういうアートって結構珍しくて、そもそもはですねアートっていうのは宗教をモチーフにした作品が多くてですね、宗教上のですね、事物っていうのがあって、例えばはしごが書いてあると、こういう意味がある、パンが置いてあるとパンの背景にはこういう意味があるとか、全て意味があるんですよ。でその意味がわからないと、その作品の意図だったりとか内容っていうのを読み取ることができなくて、昔のですね貴族館ではそういう予備知識を持って一枚の絵画を鑑賞し、でこれはこうだよね、こういう意味だよねみたいな、上流階級のたしなみとして使われてたっていう背景がありますので、その流れからすると、少しライトな層にも受けるような、そういった親しみやすさがある作品かなと思います。確かに美術館とか行く時、特に西洋美術の古い中世の美術とか見る時に、小林さんが言ったような知識がないと、あんま絵としても楽しめるんですけど、より楽しめないとか、結構多いと思うんですけど、ラッセンに限っては若い人でもお年寄りでも子供でも楽しめるようなアートっていう感じがしますよね。そうなんですよ。なので通称ですねインテリアアート、インテリアとしてでもですね活用できるような生活に身近っていうんですかね、アートって聞くとちょっと敷居が高いように見えるんですけども、その敷居をですね下げて、みんながですね楽しめるような、そういった作品がラッセンの特徴かなっていうふうに思います。ではせっかくなんでラッセンのですね技法について紹介したいと思います。ラッセンっていうのはですねかなりの作品数、長い間作りましたので、いろんな表現方法があります。それをですね分かりやすく市場価値も交えてですね解説させていただきたいと思います。早速ですが、これがですねラッセンの中でも一番新しい技法です。一番直近ですね、はい、技法の名前とか、はい、特徴とかあれば教えていただけますかね。まず技法の名前に関しては、いろんな言われ方がするんですけども、ラッセングラフって言い方したり、ミックスドメディアプラス手彩とかっていう言い方もしたりします。つまりどういうことかと言いますと、もうつるっとしたですね表面にこの波のマークとかですね、アップで見るとですね上からちょっと絵の具が乗ってるようなちょっと立体感が見えると思うんですよ。水しぶきの水滴があるように見えますね。これがラッセングラフの特徴ですかね。あ、そうなんですよ。なのでこの光沢感がある下地に版画として絵が刷られて、でその刷られた上に絵の具がですねポツポツポツって塗ってる感じの作品がラッセンの中で、一番新しい技法になりまして、市場価値もですねこの作品が一番高いとされてます。確かにのぺーってしてなくて、今にも飛び出してきそうな迫力感っていうんですかね、ありますよね。ありますね。これが一番新しい作品です、はい、で次がですねこの作品よりも一つ前の作品です。これがですねキャンバスエディションっていう作品ですね。これも版画は版画なんですけども、ご覧の通り油絵っぽい感じに見えませんか、確かに立体感はあるんですけど、さっきの立体感とはまたちょっと違うんですよね。これはですね下地が違って、さっきのはですね板みたいなところに実際刷られてるんですけど、こちらはですねキャンバスに刷られてます。でキャンバスっていうのはですね油絵とかで使われるような麻地ですね。その麻地のですね文様というか、その立体感が版画として立体感が見えてるので、版画なんですけれども一点物みたいな高級感が出るっていう技法です。拡大してみるとどうでしょうか、キャンバスの下地が見えますかね。そうですね、凹凸っていうんですかね、布地に描かれている感ありますね。でこれがいわゆるですね先ほど紹介したラッセングラフの一つ前の作品です。結論ですね、市場価値としては直近の作品であればあるほど値段はつきやすい傾向です。なので先ほどの作品と比べると市場価値としては少し落ちる技法になります。これが2つ目ですね。で最後はですね、今在庫がないので、こちらがですね一番初期の作品、シルクスクリーンっていう風に呼び方をします。こちらの特徴はですね紙に刷られてるっていうのとですね白い余白があります。でその白い余白にですねサインと限定部数が記載されてます。これがですね一番古い作品となります。市場価値としてもですねこのキャンバスエディションよりも少し落ちる技法になります。じゃあラッセンの技法の高い順でいくと、ラッセングラフ、はい、キャンバスエディション、はい、シルクスクリーンっていうこの順番ですね。っていう順番になります。ただ注意点としてはですね、販売元によって技法の呼び方が変わってきますので、技法の名前を覚えるっていうよりはですね、今紹介した見た目ですね、を基準にですね、判断していただければと思います。ちなみにちょっと冒頭でもいろいろ言われているラッセンみたいな、ちょっと含みはあった感じあるんですけど、はい、このラッセンのこの美術業界での立ち位置とかってちょっと聞いてもいいんですかね。なかなか僕の口からはですねはっきりとしたことを申し上げづらいんですけれども、ちょっとかいつまんで簡単に説明をさせていただきます。ラッセン自体がですね90年代から本格的に日本に入ってきて、90年代2000年初頭っていうのはですねとてつもないラッセンブームっていうのが起きまして、普段絵画とかですねアートに興味がない方でもですね、ローンとか組んだりとかですね、そういったいろんな方法で買われる方が増えて、美術業界の裾野を広げたっていう、そういう大きな功績はあるんですけれども、ただですね問題なのがですね、当時の販売方法がちょっとどうなのかなというところがありまして、いわゆるデート商法だったりとか、高額なローンを強引に組ましたりとか、そういった話もちらほらありまして、実際にですね1993年には国民生活センターに絵画の販売に対する問い合わせ、いわゆるクレームですよねがですねどんぐらいあったと思いますか。さすがにそんなにアート買う人もいないと思うんで、十数件ぐらいじゃないですか。っていうふうに思いますよね。はい、なんとですね1214件もあったんです。ただ注釈としてはその1214件全部ラッセンに関わる作品ではないんですけれども、当時聞いた話ですと結構ラッセンが占めてた割合は大きかったっていうふうにはですね言われてました。ちなみにこういう社会問題になった絵の購入に関わったアーティストっていうのは、こういうやっぱラッセンみたいなインテリアっぽい絵を描かれるアーティストさんがやっぱ多いんですかね。あ、そうですね、本当に正村さんが言う通りですね、パッと見てですね分かりやすいような綺麗な風景画とか人物画っていうのを中心にですね販売されておりました。そういう親しみやすいが上に、そこにつけ込んだ手法とかが多発してたってことですよね。もう本当その通りで、多くの方はですねラッセンっていう作品を気に入って購入された方がほとんどだと思うんですけども、ただ1214件って聞くとですね、全てラッセンではないんですけれどもちょっと多いなっていうふうに感じますよね。多いですね。なのでですね、そういったですね、販売手法もあって美術業界にですね、裾野を広げた功績はあるんですけれども、アートに対するイメージの悪化をもたらしたっていう側面もあるんじゃないかなっていうふうには感じております。ちなみに小林さんは、ラッセンの生い立ちだったりとか、こういった問題とか踏まえてなんか個人的に思えてることとかあります？個人的に思うことはもう本当さっき話した内容と同じなんですけども、アートがですね裾野を広げてくれた、普段ですね美術品を買わない層にもアプローチしてくれたっていうですね功績はあると思います。ただですね、消費者センターとか、そこが絡んでくるとですね、欲しくないのに売られてしまったアートなんてそういう世界なんだ、ちょっともう関わりたくないなっていう層もですね一定数生み出したんじゃないかなと思いますので、そこに関してはですね、一概にはいないなっていうふうには感じてますね。せっかくねアートを買おうっていう思いになってくれた方に、そういう手法につけ込むっていうのはなんかすごい嫌ですよね。そうなんですよね。なので決して安い金額じゃないので、この作品をずっと飾りたいとかですね、この作品はもう一目惚れしたとか、そういう熱い思いがあればですね、金額の高い安い関係なく買われたらもうそれが作品の価値なので全然問題ないとは思ってるんですけども、ちょっと高いけどな、すごい営業されたから買わざるを得ないかな、そういう状況で買われてるってなると残念な気持ちになります。買う時にやっぱ今後高く売れるからとか言われるんですかね。なんか当時そうですね、買われた方から聞くと、資産として価値があるとかそういうふうに言われて買ってしまった方も一定数いたはずです。ただ蓋を開けてみるとですね、なかなか厳しい市場価値なので。そうですよね。じゃあそのなんで厳しい市場価値になってるか、それもちょっと解説しましょうか。美術品はですね資産になるっていうふうに言われてるんですけども、資産になるのはですねもう100人いて1人もいないぐらい、かなり珍しいです。例えばゴッホとかピカソとかルノワールとか、そのぐらいのレベルになるとですね資産としての価値、例えば何百万で買って10年20年で貸したらそれが 1.2 倍とか 1.5 倍になってるっていうことはありえるんですけども、それ以外のですね大多数の作家さんはですね10万だろうが50万だろうが100万だろうが買ったとしてもですね、需要がですね増えなければほとんど値段がつかなくなります。ちょっと脱線したんですけども、じゃあその価値っていうのはどうやって上がっていくのっていうところが気になると思うんですよ。そこをですね解説しつつラッセンとの違いをですね明確にしたいなと思ってます。まず一般的な価値の上げ方、どうやって価値上がると思いますか？やっぱりマグロの競りと一緒で私も欲しい私も欲しいみたいな、じゃあ値段で勝負だみたいな、やっぱそういう感じで欲しい人がいればいるほどどんどん値段もつり上がっていくのかなって思いますね。どうでしょう？もうほぼ正解ですね。需要と供給の兼ね合いで、供給量よりも需要が増えれば、市場原理として金額が上がってきますよねっていう話なんですけども、じゃあその需要をどうやって増やすかっていうところなんですけど、一般的にはですね安い金額から販売価格を設定して、それからどんどん金額を上げていくっていう手法になります。でそれどういうことかっていうと、需要っていうのはですねどうやって作るかっていうと、コレクターだったりとか批評家だったりとか美術館博物館などですね、そういう作品を取り巻くですね登場人物が増えれば増えるほど価値っていうのがですね担保されてきます。つまりコレクターが1人よりもコレクターが100人いた方が値段上がる感じしませんか？確かに、なんかみんなから愛されてる感じ、愛されてる感じします。100人いた中のコレクターが例えば90人に減ったとしても、そんなに価値が下がらない気がするじゃないですか。そうですね、熱烈ななんかコレクターっていうか、そういうファンたちがアーティストの経済を支えてるっていう感じがありますよね。そんな感じです。なのでまずはですね、安いとこからスタートして、そういうコレクターとかですね取り扱うギャラリーとかそういうのを作って、どんどん螺旋状みたいな感じでですね金額を上げていくとでそういうふうにですね順番を経て上げていくことによってちょっとコレクターが代替わりになくなったりとか取り扱うギャラリーが少なくなったりとかしてもですね積み重ねてきた実績があるのでその金額が落ちないんですよね。本当にブランド品となんか似てますね。もうそうですね。もうブランド価値を毀損しないためにはどういうふうに見せていけばいいか、どういうふうにですね欲しい人を集めていけばいいかっていうのはですね本質的にはやっぱ似てるかもしれないですね。一方ラッセンっていうのはどうだったかっていうとそういうですねちょっと段階を経ずにですねいきなり高い金額でバーンって打ち出しちゃったんですよ。なのでバーンって打ち出してそれがずっと続いていけば資産としての価値が出てくるかもしれないんですけども、ただ現状を見ると欲しい方も減ってそういうラッセンを取り巻く環境がですねちょっと冷え込んだ時にですね一気にガクーンとその相場を保つ人がいなくなっちゃうので金額が下がってしまったっていう経緯があるんですよね。であともう一つラッセンっていうのは基本的に版画作品なんですよ。で版画っていうのは100部とか200部とか300部同じ絵柄で200枚作りましたよ300枚作りましたよっていうですね売り方ができるんですよね。でラッセンのですねうまいやり方っていうんですかね、人気がある作品はそのリバイバルしてサイズを変えたりとか技法を変えたりとかして再販してたので作品のですね需要と合わせて供給量をどんどん増やしていったっていうのもですねそれがうまかったっていう面もあればそれをやりすぎたことによって、今の評価につながってしまったっていう側面もありますね。確かにアートがそのいろんな形として、いろんな技法として世に広がってるのはすごくいいことだと思うんですけど、ね、その分作品の数も多くなるということなのでねその分やっぱそういった面でも母数が多いってなるとやっぱ価値は買った時よりは下がってしまうというのもね分かる気がします。その通りですね。やっぱり供給と需要のバランスが崩れると市場価値は崩壊してしまいますのでこのバランス感がうまくいかなかったのかなっていうふうに見ておりますね。個人的な話なんですけどもラッセンってですねいろいろ言われてますけど僕は結構すごいいいのかなって思う面もありましてちょうどいいというか、ラッセンの特徴としてはこういうリアリズム、写真のような綺麗な描き方っていうポイントが一つあって、であともう一つシルレアリスムっていうですね日本語直すと超現実主義とか言ったりするんですけども現実世界ではですねありそうでないような少し不思議な世界観を表すこと、例えば有名なとこですとダリとか夢マグリットとかっていう方がいるんですけどもちょっと不思議な世界観をですね表してるリアリズムとシルレアリズムをですね取り入れたアートの手法としては、いい感じなのかなっていうふうに思ってるんですけどね、やっぱりさっきも言ったような売り方ですね販売の手法とかそういった、商業主義っていうんですかね、そういうのがですね、過度になったことによっていろんなところで軋轢が生まれてラッセンとはああだよねみたいなそういう軋轢を生んだっていう、経緯があるんじゃないかなっていうふうに感じてますね。まとめます、ラッセンですね、いろんな言われ方してますけども僕は作品としてはいいのかなっていうふうに思ってます。ただ結果的にですね売られ方だったりとかですね当時の販売数とか考慮するとですねなかなか厳しい市場価値になってるっていうのが正直なところです。なのでラッセンに対してですね、過度な資産性を求めるっていうのはですねなかなか厳しくなってますのでそのあたりはですね、冷静に見てはいいんじゃないかなというふうに思います。ラッセンをね持ってる方もこれから売却されるか悩んでる方も、一回ちょっとこの動画を見てね、一回心を落ち着かせてから考えてみるのもいいかもしれませんね。そうですね。もごもごした部分もあったと思いますが今後ともですねこのような動画を作っていきたいと思っておりますのでチャンネル登録いいねと思いましたら高評価よろしくお願いいたします。